どうもこんにちは、山際です。今回の動画はですね、僕の失敗談についてお話ししていこうと思います。失敗談をお話ししていくので、ぜひこれから海外旅行だとか、まあ、旅行の際に何か失敗を回避できる少しヒントになればなと思っています。じゃあその失敗というのは一体何なのかというと、航空券の予約に関する失敗談です。僕はこれまでですね、世界一周をしながらじっくりいろんな国を回ってきたんですけども、まあその中でですね、いいこともあれば、もちろん失敗したことも多々あってですね、その中の一つに航空券予約についてかなり失敗してきていますので、そこら辺のお話です。どこかですね、飛行機に乗って旅行しようと思った時に、航空券を予約する際に一回検索すると思うんですね。その検索をスカイスキャナーとかトラベルコちゃんとか、そういった航空券の比較サイトで検索する人も多いと思うんですけども、ここでですね、結構失敗してきてます。で、具体的な会社の名前とかあんま出さない方がいいかなと思うので、ちょっと固有名詞は避けるんですけども、スカイスキャナーとかトラベルコちゃんで航空券を検索して、なんか段違いで安い航空券のその予約サイトが出てくるわけですよ。例えば検索して、日本の予約サイトだと往復で5万円のチケット、っていう風に表示されているにもかかわらず、それが3万円っていう風に表示されてたりとかするわけですね。で、僕はですね、うわ、めっちゃ安いじゃんこれと思って、まあ安さに目がくらんで、そのサイトを利用して航空券を予約していたわけなんですけども、まあかなり失敗してきてます。まあどんな失敗かというと、片道の航空券しか取ってないのに、なぜか往復分の航空券が予約されてて、で、往復分の料金も取られていたと。いうケースだったりとか、でもう一つはですね、なかなか航空券の予約をこう画面でやってクレジットカードの情報を入力して決済が終わったにもかかわらず一向に予約が確定せずにですね、飛行機の当日になって、やっぱり航空券取れませんでしたみたいな連絡が来るとかですね。で他にはですね、2人分の航空券を予約していたにもかかわらずなぜか1人分でしか取られていなかったとか、まあ、いろいろとこういう失敗を経験してきています。少なくともこの動画をご覧いただいている方にはですね、なんか同じ失敗を経験してほしくないなと思いますので、その対策方法についてお話しするんですが、僕がですね失敗した共通点をこう探っていくとですね、明らかに出てくる共通点というのがあります。で、一つ目が明らかに安すぎるってことです。明らかに安すぎる。まあ、例えば航空券往復で5万円だったとして、3万円とかで表示されているわけですね。で、こういうところと予約すると、結構僕は失敗しました。二つ目の共通点は、海外の航空券予約サイトですね。海外の航空券の予約サイトで、もちろん優れていて、いいサイトもあるんですけども、中にはですね、結構これ、評判とか口コミを調べるとわかるんですけども、これやばいなっていう予約サイトがあるんですね。なので、そういった予約サイトはもう使わないようにするということです。評判の悪い予約サイトは使わないと。これ使ってしまうとトラブルの元になってしまって、取っていたはずの航空券が予約できていなかったとか、料金が2倍になっていたとか、そういったトラブルの元になるので、あまり評判のよろしくない航空券予約サイトは、特に海外ですね。特に海外の航空券予約サイトは使わない方がよろしいんじゃないかなと。というところです。で、確かにですね、他のサイトと比べるとベラボーに安いので、つい飛びつきたくなってしまうかもしれないんですけども、大体トラブルの原因になっています。トラブルにならなくても、表示されている価格のままこう予約進めていくと、最終の決済の画面になると、他のサイトより高くなっているとか、そういうこともよくありますので、注意が必要です。まあ、ご注意くださいということですね。もし仮にトラブルが起きたとして、お金だけ損をしたということだったら、まだまだ許せる範囲だと思うんですけども、何よりやっぱり海外旅行とかになってくると、時間ってすごい貴重じゃないですか。で、そのトラブルの原因で、時間がものすごい奪われて、せっかく貴重な時間を確保して、海外旅行の計画立てていたのにもかかわらず、行けなくなったとかっていうオチが待っていたら、むちゃくちゃ悲しいことだと思いますので、なるべく、その安さに飛びつきたくなる場合はですね、一旦、本当に大丈夫かなっていうことでですね、その検索サイトの評判とか口コミを調べてみてください。ということでですね、僕が経験した航空券予約に関する失敗談、トラブルについてお話をさせていただきました。特にですね、航空券の比較サイト、スカイスキャナーとかトラベルコちゃんとかで検索する場合は、これおかしくないって思うぐらい安く表示されているような予約サイトが出てきたら、なるべくご注意ください。で、トラブルの多いような悪い評判、悪い口コミが結構目立つようなサイトは気をつけてくださいませ。僕は散々失敗してきて、お金も時間も取られてしまった。
ていう、まあ勉強代と思っているんですけども、勉強代を支払う羽目になる可能性があります。もったいないと思いますので、安さよりも確実性っていうものをですね、求めて、航空券予約する際は予約されてみてください。で、そしてですね、海外予約サイトの場合は、日本語のカスタマーサポートがなかったりします。で、日本語のカスタマーサポートがないと、例えば電話しても英語で自分で対応しなきゃいけないとか、英語で文章を送って問い合わせしなきゃいけないとか、何か起きた時にすごく精神的にも消耗するというリスク、見えないリスクもありますので、まあ、トータル的に考えてですね、安さだけで航空券予約するのもいいと思うんですけども、後々の手間とか、そういったことを考えて、航空券予約してくださいねというお話です。まあ、少しでもトラブルに遭う人が少なくなればなという思いで、動画をお送りさせていただきました。もし、この動画ですね、参考になったなとか役に立ったなとか思っていただけましたら、高評価のグッドボタンとチャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。それではまた。お会いしましょう。